日本習字1月号中学2、3年生。はい、新年の課題も教師課題ですね。姿勢というより少しだけ軽く持ってみましょうね。はい、つながりが重いですが、最初もね、中を通ってつながってるんですね。ちょっと難しいかな。はい、軽く押さえて中を通ってスッと、難しいね。軽く押さえてスッと跳ねるって、はい、ここは少しね広がるように書きますね。払わないで軽く止めますね。はい、柔らかくとね、丸みを帯びて軽く押さえて跳ねる。学年と探究の名前ですね。表彰です。はい、こちらの探究。Thank you.
中学2、3年生です。